こんにちは、カメラの北村チャンネルです。今回は2022年7月14日に発売されました富士フイルム X シリーズの最新機種ミラーレスカメラ X-H2S を2018年に発売されました X-H1 と比較しつつ紹介していきます。 X-H2S には第5世代デバイスが搭載されました。スピード&パワーをテーマに新たに開発された二面照射積層型センサーとプロセッサーとのことで、高速撮影や AI による被写体検出 AF 機能が可能になっています。撮像処置、画像処理エンジン、データの増量、処理スピードの変化に対応するため CF エクスプレスタイプ B カードが新たに対応されました。また HDMI 端子はタイプ D からタイプ A に変わっています。高速連写の性能も X-H1 では1秒間に約14コマだったところが X-H2S では1秒間に約40コマと格段にアップしています。また動画は 6.2K30p や 4K120p のハイスピード撮影が可能になっています。今回新たに AI による被写体検出 AF 機能が搭載されました。こちらは静止画だけではなく動画にも適用できます。今回新たに動画設定一覧という項目がメニューに追加されました。また今回から3つの Apple プロデスコーデックに対応しています。では外観の特徴を見ていきます。液晶モニターなんですけれども、 X-H1 の方が中途式だったのに対して、こちら X-H2S はバリアングル式になっています。 HDMI とマイプのケーブルを差しながらバリアングル液晶モニターを回転できるように配慮されています。X-H1 の方では持った時に右にシャッタースピードのダイヤル、左側に感度のダイヤルがついていたのが、持った時左側にモードのダイヤル、右側にはダイヤルなくなっていまして、サブ液晶モニターという配置になりました。こちらローリングシャッター歪みですね。扇風機の羽を使って比較してみます。ローリングシャッター歪みかなり抑えられていますね。ちなみに X-H1 と X-H2S の間の第4世代からもかなり進化していることがわかります。高感度性能の比較です。赤枠部分を拡大します。どちらも常用 ISO 感度は 12,800 までで、拡張感度は ISO25,600 と ISO51,200 がメニュー画面から選択できます。 X-H2S は ISO6,400 から、 X-H1 はISO8000 あたりからノイズが目立ち始めます。意外にもシャープさの面では X-H1 の方が高いように思えますが、葉っぱや花びらのシャドウ部分の色情報は X-H2S の方が保てているように見えます。手ブレ補正の性能比較をしていきます。もともとボディ内手ブレ補正機構は X シリーズでは X-H1 に初めて搭載された機能でした。5.5 段分の補正効果がある X-H1 に対して、今回 X-H2S では 7.0 段分になっています。 X-H2S のブレ防止モードは2種類から選択できるようになりました。1つが IBIS と OIS、 センサーシフト式と光学式のブレ補正モードで、もう1つが IBIS と OIS と DIS、 電子式のブレ補正を加えたモードです。16-80mm の広角側で撮影してみるとあまり違いが分かりませんが、 80mm 側にしてみると手ブレ補正の精度の違いが分かります。X-H1 では動画撮影の際には顔検出オン、瞳 AF オフの設定か、いずれもオフの設定のみでしたが、X-H2S では動画撮影時にも瞳 AF オン、被写体検出機能も使用できるようになっています。X-H2S の方は画面端までしっかりと追従し、ややずれることもありますが、フレームインしてからもすぐに瞳を認識していることがわかります。 X-H2S では後ろを向いても顔を認識し続け、横顔になった瞬間に瞳を検出していることがわかります。 X-H1 では顔の認識が外れてしまっている動作のところにも、 X-H2S の方はしっかりと瞳を認識していることがわかります。では次に AI による被写体検出 AF 機能を見ていきます。被写体検出の動物を選んでみます。茶色い床に茶色の犬でもしっかりと認識していますが、あまりにも動きが離れるとピントが外れてしまっています。 X-H1 でも 12+ ストップの F ログ撮影が可能でしたが、今回 X-H2S では 14+ ストップの F ログ2を新規搭載しまして、広いダイナミックレンジを記録することが可能になりました。本日は X-H2S を紹介しました。
ぜひカメラを行ってもらいチェックしてみてください。また今後やってほしい企画がありましたらコメント欄に書いてくださると幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。